ああシティ見てないな、逆に。逆にシティ見てないチーム見ましたね。アスレチックとか見ましたね。あのバルベルデが普通にサイドバック低い位置で張らせてましたね。<laughs> でもなんかこう、なんかこう流れの中で3バックになるみたいな瞬間、やっぱうまくいくから、それは多分、中盤の選手が聞かせたり、どっちかのサイドバックが入ってる状況とか、あんまりなんかそれを再現性高くやろうとしてる感じなかったから、20分ぐらい見て、もハイライトで済ませましたけど。 バルベルデ衰えたっていうか、バルベルデがバルサやってた頃は、そういうサイドバック張らせない論とかなかったですからね。多分、デゼルビとかルイセンリケとか、あとその辺から引用したペップとか、まあ、きっかけはみんなどこかわかんないですけど、ぼ僕がこれ気づいたら自分のチームがプレースハマるからですから、まあ、それぞれの気づいたきっかけがあるでしょうけど。で、バルベルデがアスレチックの監督やってた頃は、堅い守備からの動作合宿でしたから、 で、バルサーになって、選手それぞれがうまいから、守備で仕込んで、あとは細かい修正して、軸の部分は選手たちの,あの今までの経験に任せるみたいなところだったと思いますけど、ね、だから、がっかりは別にしてないけど、まあ、そんなもんだよな、みたいな感じです。愛知君、その通りだと思いますね、バルベード・バルサは。選手個々人のサッカー IQ の高さと、バルベードの修正力が相まって安定して強かった。うん、だから、ね、攻め度が高い位置取れないのはずっと修正できなかったですからね。もともと攻撃司る監督ではないけどね。 ないんだろうなっていうか、まあ、ペップみたいな発明家ではないですからね。そのチームでできることで最適解見つけるみたいな、まあ、うん、かっこいいですけどね、そういうリアリストなこところ。僕が携わったこの,あの、プレミアリーグの完全ガイドみたいなやつ。中で僕がね、いろんなチームの対談をしてるんですよ。プレチちゃんの2人とはシティ合わせのある・アーるナイ内藤君とはユナイテッド、あと木崎さんとはハーランド特集みたいな感じで。なんで、こんな感じで。 面白そうなんで。まあ、ちょこちょこ配信の時とかね、知らないチームとかだと、え、ウェブス今季こんな感じなんだみたいな感じで、ね。